季節外れの暑さにもかかわらず、多くの客が詰めかけました。こどもの日の今日、東京タワーの前には大小合わせて333匹のこいのぼりが飾られました。東京タワーの高さ333メートルにちなんだもので、多くの家族連れが訪れ、色とりどりのこいのぼりを楽しんでいました。このイベントは明日まで開催されるということです。